どうぞ。儲からないですか。今から引きずり出すんですか。引きずり出したくないから。引きずり出すのは今度はそうなっちゃうんで。一応出てください。3回言いましたんでね。強制執行の意味がわからない。強制執行なんでね。だから強制的に出ていただかないといけないんで。決定を受け取ろうともしないんですか。それは意味わからないと思いますよ。受け取ろうとしない、はい、どうぞ。だって、はい、いりませんって言われませんでした。どうぞ出てください。一従業員で、はい、だから受け取れないって言ったんですよ。そのなんか言い方すり替えてません。さっき私が言ったことがすり替えました。名前上がってたらね。じゃあ出てもらっていいですか。私は受け取れないって言ったんですよ。出てもらっていいですか。でこれ うちの上は納得してるんですか。これは納得してるかどうかは関係ないんですよ。納得してなくてもできるのが強制執行というものです。何も悪いことしてない。そしたらすいません、荷物下に持ってってください。触られたくなかったらご自身で持って出てください。はい、警察の方の経緯はご存知なんですか。ご存知なくて来られてるんですか。いえいえ、110番が入ったから来たんですよ。強制執行中、先ほど申しました。助けてほしいから110番したんですけど、そうでないだったらもういいです。もう何度も言いますけども、はい、強制執行中ということで把握しております。ですのでこの状況、私らも把握しております。知らないよ。その何か法律のことの紙切れ1枚のことを言っておられるんですね。そのことは内情を知らないですよね。内情を知らないからどこから喋っていいかわからないんですよ。110番があったから来たんですよ。だけどちょっと荷物出してもらっていいですか。これはい、触られたくなかったと思っててください。荷物、そもそも幼稚園の荷物なんで出されないといけないんですか。幼稚園の荷物、だってさっき救援って言いましたよね。救援だったら なんか荷物出す必要あるんですか。今救援してるって言いましたよね。やってますけど、さっき救援って言ったじゃないですか。じゃあ救援だったらなんで、ね、閉園だったら出せって言われたらなんかわからんでもないんですけど、荷物出してください。救援中って言ってるのに、はい、やめてください。他の荷物本当やめてください。出さないでください。喋っていただいても出しがわかないので、なんかちょっとこういうこと言ったらすぐに、はい、出てください。出てください。鍵屋さんがそんなことする、やめて。鍵屋さん出てください。だって本当に何か悪いこと少しでもしてたら、なんか悪いことするとかそんなこと何も言ってないじゃないですか。強制執行だから来てるってそれだけですよ。なぜ悪いとかそんなことじゃないで執行されないといけない。どうにも納得ができないですよ。それは裁判所の決定が出てるんだから。裁判所って言うけど、引田さんが裁判所とグルになってたら、そんな議論をしに来たんじゃない。それ言ったら議論しに来たんじゃないとか、話をするあれじゃないですか。話をするでしょ、うん、そんなだけど納得できないんですよ。最後にお伺い、出られますか出られませんか。出られないんだったらこちらの方で荷物を全部出してしまいます。救援中なのに荷物出す必要あるんですか。もうやめて。鍵屋さんやめて。鍵屋さんやめて。出してください。やめて。鍵屋さんやめて。鍵屋さんやめて。だから鍵屋さんやめたらいいじゃないですか、はい、自分でも言ったらいいじゃないですか。やめて、持って出てください。本当にやめて。持って出てください。やめて。いやいや、やめてできません。はい、救援なのになんで荷物出さないといけないんですか。救援って言いましたよね。救援中だってさっき。私たちは救援してないですよ。閉園も休園もしてないし、幼稚園続けてるのに。意味がわからない。救援、はい、救援だったら荷物出さなきゃいけないとか、なんかそういうのってあるんですか。いやだから今日分け渡してもらわないといけないという決定が出てるって。だからそれがなんでなのかがわからない。なんでなのかはわからなくても決定が出てるんで。わからないのにいいんですか、こんなことって。すいませんが、決定受け取られなかったのはあなたですよ。わからなくしたのはご自身ですよ。子供たちが通っている。月曜日も子供たち来るつもりで、お家で今いるんですよ。だからそれは子供たちね。だけど、じゃあ子供たちのお道具箱とか。そう、私物なんてあるけど。はい、それは関西の方で、ちゃんと管理して適切に。菊田さんは保護者に説明していただけるんですか。したことないんですよ。ないみたいですけど。一度もないんですよ。もういいです。はい。
そういうことは聞いておりません。はい、荷物持ってください。立ってください。立ってください。立たなければ荷物をこちらで持ってきますよ。出す必要がないじゃないですか。やめて、立ってください。そしたら立ってください。座り込んだら出なくていいと思うのは間違いです。立ってください。そういうことじゃないんですよ。じゃあ無理やりするのは嫌だって言ってるんですよ。強制ですから。それは強制執行なのに。無理やりが嫌だったら自分で出たらいいんじゃないですか。納得してないって言ってるじゃないですか。だから納得してなくても出ないといけないんだから。やめて、本当にやめてください。引田さんダンさん、やめて、本当こういうこと。子供たち月曜日も来ようと思って約束してるんですよ。子供たち裏切れない。やめてください。ダンさん、引田さん、どうしてこんなひどいことをするんですか。ひどすぎますよ。教育って大事じゃないんですか。子供たちの教育、なんで教育の場を民事再生じゃなくて潰すためにここに来た。もうなんかうすうす分かってきましたよ。そういうことがしてやったりですよね。こういうことしてね、はい、子供たちの教育の場を潰して。やめて、やめて、本当に、はい、あなたのお話を聞く。